黙っとってもらっていいですか。どうも、カラボテです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、第3回ですね。クワガタ販売、じゃんけんの日程が決まってですね、10月20日、日曜日の、1時から販売をスタートしてですね、3時からじゃんけん大会になります。前回来ていただいた方、最初から来ていただいている方、ありがとうございます。今回もですね、時間があればぜひ来ていただきたいなと思います。今回は、クワガタじゃんけんに参加していただける条件として、チャンネル登録っていう風にしました。で、お子様でですね、子供さんで携帯持ってなくてとか、チャンネル登録できやんっていうお子様は、もう連れてきてもらってるお父さんお母さんとかがもうチャンネル登録してもらうとか、クワガタじゃんけんに参加していただけるのは、チャンネル登録をしていただいた方、まあ、もしくは何かお買い上げしていただいた方にさせていただこうと思います。一番最初も2回目も、まあ、一番最初は勝手にしたんですけど、2回目は中学生以下にしてたんですけど、今度はまあ、チャンネル登録していただいている方ということで、チャンネル登録してますの画面だけ当日見せてください。で、子供さんの場合は親御さんしていただけると見せていただけると。ではですね、当日じゃんけん大会にまず持っていくじゃんけんの答えだけさっき見ていただきましょう。そのうちビリってめくってた動画も上がります小学生の方はちょっと関係ないかもしれませんが、今回もじゃんけん2回しようと思っております。で、じゃんけんに持っていくペア、こちらの2匹です。これ掘り出し動画に上がってますからね。この答え、オスの11、メスの1、78と、メスはちょっと大きめです、52。この2匹をまず、じゃんけんに持っていくのと、もう1ペアが、逃げちゃダメだラインの、76のオスと48。これちょっと別々のラインなんですけど、この2ラインの方の、持っていこうと思います。掘り出しの、この個体の掘り出しの動画も、ありますからね。ちょっと気になる方は見てみてください。はい、ちゃんとペアですからね。50人のメスも見ておきます。めっちゃ大きいですこれ。多分実際見てもらったらこれもらえんのみたいな、じゃんけんで買ったらそんな感じになると思います。今回じゃん、メタリフェル、これまあ浮かしているんですが、まだ1ヶ月経っとるか経ってないかぐらいかな。こちらと、さっき本当動き出してきたこのメス、これをですね、2000円で2ペアいます。このフリーって書いてあるメスはそうなんですけど、このハテナって書いてあるオス、これなぜかっていうと、このまま出てこなかったらなんですけど、この2匹いるオス、当日その買ってもらった方はそこで掘り出しをしてもらおうと思います。なんでこれはこのまま持っていきます。メスに関してはもう2匹出てるんですけど、これはもうさっき出したばっかりなんで、まだ交食するかしないか微妙なぐらいです。で、掘り出ししてもらうの、ただちょっとちっちゃいんですよオス。これもね、 まだこれでも大きく見える方なんですけど、めっちゃちっちゃいです。ちょっとちっちゃいんで、このちっちゃい2匹オス買ってもらう方、掘り出ししていただこうと思います。もし、今日が10月の15なんで、あと5日、日曜日までに勝手に出てきちゃってたら申し訳ないんですけど、このままの状態なら掘り出ししてもらおうと思います。メタリフェルは、この2ペア。で、もう2ペアですね。ホームセンターの幼虫から成虫になって、さらにそこから卵が出てきてっていう、類代をしていったこちら、オスとメスペアで、このフリーって書いてあるんですけど、ちょっとちっちゃいんですよ。で、なおかつ、公職もまだしてません。
ちょっと見ていただいている方で公食って何って言われるかもしれないんですけど、まだ餌を食べてない状態ですね。本当に羽化してまだ1週間2週間ぐらい経つか経たないかぐらいなんで、あんまり触りすぎるのは良くないんですけど、これも一応持っていこうと思います。これが2ペアいます。虹色オスとメスで2000円ですね。まあその辺もちょっと踏まえてちょっと考えててくださいね。ちょっとね、まだね、今羽化して乾かしてる最中の子もいるんですよ。この個体も問題がなければこのうちの一つのどっちかになるんですよ。なんでもしかしたら一つだけかもしれないんですけど、できればこっちも持っていこうと思います。ただ公食はまだまだ先だと思います。下手したら12月ぐらいに初めてゼリーを食べる状態になるかもしれません。これだけは考えておいてください。今すぐペアリングとかはできない状態の虹色のペアですね。で、ちょっとカメラ切り替えます。次オオクワガタになります。こちらアロエル82と53が、またこちら 15,000 80mm と52のペアが10,000円、80mm と52のペアがこちらも10,000円で、81と53、これアスカと7番のメスですね。これも10,000円でございます。こっちがまあ80と一番大きかったメス、80と51で8,000円という形になっています。こっちはもう本気でオオクワガタを大きいの作りたい、狙いたいなっていうような方向けというか、そんな感じでございます。ペン型も48-32のペアが3,500円と、 50mm と33が4,000円、この2ペアですね。で、この空っぽでケット、まあ、さっきのオオクワガタと一緒のケットです。78の初号機、これも3,000円。これ78の2番のオス、これも3,000円。で、これ81の8番の個体、これも3,000円なんですけど、なんで81やのに3,000円かと言いますと、ちょっと足が不全になってて、わかります?ちょっとだけ細くなってるじゃないですか。ここの今中指のところのこの足、そうなんですよ、ちょっと不全なんです。もっと多分金額高くで売られてることは結構あると思います。80超えてたら、大きめのオスが欲しくってとかってなってたら、全然これでもいいかもしれません。これ81がちゃんとこの血統書ついて3,000円と、次これも83、4,000円です。これも足が不全なんですよ。これはね、欲しいっていう人おるかもね。おるかもね、すいません。おるんちゃいますかね。これ左足の、ここ。ちょっと細いんですよ。これだけ。ここ。あー、ちょっとペコってなってんの、ここ。ここ。83ですからね、これ。それ4,000円って、もう安すぎます。ちょっと大きいクワガタ、ちょっと大きいオオクワガタ、安くて欲しいなと思ったら、これで全然楽しめると思います。これはね、83の前半なんですけど、これは多分欲しいって思われる方、見えるんとちゃいます?これ絶対4,000円で売ってないしな。お店でこれ4,000円で売ってたら、逆に怪しいよな。これやめとくかな、4,000円で売んの。うわ、かっこいいな、これ。どうしよう。4,000円で行こうと思います。最後ですね。このギラファになるんですが、98mm。オス単品ですが、2,000円で行こうと思います。これ左と右がね、微妙に顎の長さちょっと違うんですよ。100はないと思います。左だけで98ぐらいかな。っていう感じでございます。まあ、3月14に羽化して、公食しだしたんは、まあ、これ結構まだまだ生きてくれると思います。オス単品ですが、ギラファだけでも欲しいって思われてる方、ギラファを買うチャンスでございます。2,000円でございます。以上ですね。15,000円から一番上が来てですね。で、この個体もですね、YouTube の方に
大倉方の掘り出しで全部上がってますので、あれこれちょっと気になるなーっていうのあればぜひ見てください。で今回これでね、もし売れなかったりしてたら通販で売ろうと思うんですが、通販で売ろうと思ってる金額よりは確実に来てもらってる方がお安く買っていただけると思います。でまだちょっと面型の方は掘り出しの動画は上がってないんですが、この辺ですね、この辺も掘り出しの動画全部上がってますからね。でメタリフェルと虹色はまだなんですけど、こっちですね、なんとオスの11番とメスの1がじゃんけんで買った方もらえます。でこっちですね、0号機とメス1、これ掘り出しで見てもらうと面白いかもしれません。余計に気持ちが高ぶるというか、これもらえんのっていう気持ちになっていただけると思います。それではですね、10月20日日曜日にですね、ぜひお会いしましょう。初めて来てくれる方ももう大歓迎にございます。住所の方は概要欄の方にですね載せておきます。いつもと同じプランツルームさんで、ぜひお待ちしております。ではクワガタ販売じゃんけんでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。